い、どうもアルティメット工房のサミとどんちゃんです。今回はウィンクアップの12月号を紹介していきたいと思います。イエーイイエーイ。もう表紙見て、表紙永瀬くん、平野くん、高橋くん、もう高橋くんのこの笑顔、メンバーと仕事してる時の高橋くんってめちゃくちゃ輝いてると思うんだよね。恋煩いのさ、ミュージックビデオのあのメイキング見ました？あの時もこんな笑顔でみんなと仕事してるの楽しそうな感じがすごい出てたんで、おすすめ。天職な感じがする。この3人ジャニーズアイランドの3人なんですけど、のんちゃんおめでとうございます。他の動画でもお伝えしました通り、あの2人では受からなかったんですけれども、のんちゃん1人だけ、1月の12日の公演に当選したということで、おめでとうございます。入金した？まだしました。いやだってもうさっさとやらない、なんか期限がすごい少ない。3日なんかたった2日しかなくて、いや期限って思ってなのでのんちゃんに1月の12日公演何を見てきてほしいか、どういうところが注目ポイントなのかっていうのを聞きたいこともいっぱいあると思いますので、コメント欄にてお待ちしております。そうですね、初心者なのでジャニーズの舞台を見たことがある人はこういうところが見どころだよっていうのを教えてくれたらすごくポイントになるかなと思うんですけど、じゃーん。はい、今回のポスターはこちらの表紙に載っていた3人ですね。永瀬くん、平野くん、高橋海人くんの3人になります。ここくっついてて可愛いし、寄りかかってるのをしっかり支えてるっていうところがすごいね。可愛い可愛い、軽く寄りかかってるんだけど、これ可愛い、めっちゃ可愛いよ。全部いいね、全部いい。はい、裏はこんな感じです。ストーンズ、ちょっと白背景かな、これも。はい、その横にあるちっちゃいやつ、はい、ちっちゃいやつはセクシーゾーン。赤いと思ってるけど背景白なんだわ。ではこちらは A グループです。早速ジャニーズアイランドで共演する3人が表紙関東に登場。3人で飾る表紙は3年ぶりということで、3年前と比べてアップグレードしたことについて掛け合いトーク、またお互いへのメッセージもしてもらいました。いやもう3人楽しそう。メンバー愛と変わらない関係、まあ、キングの3人ですね。一応みんなストライプっちゃストライプだね。まあ横幅は様々だけどストライプ着てるんですけど、メッセージ to Ren, to Show, to Kaito みたいな、クイズに答えるときによく番組とかであるじゃん、こう耳元でコショコショっていうような、ああいうのでメッセージを言ってるって感じですね。 Ren と Show と Kaito のお話、メンバー愛と変わらない関係、これは3人のトークですね。会が出てくることはない、自分のことは俺と呼ばせていただいてます。チームプレーだからバーベキューもキンプリも。その次、ベッドの上で過ごす幸せな休日、やばくないこれ。今月は休日にベッドでゴロゴロ過ごす姿をイメージして撮影、インタビューは時間をテーマに一人やメンバーとのエピソードを聞いてみました。あのこの岸くん一瞬平野くんに見えたんだけど、あの岸くんメガネめっちゃ似合う、めっちゃ似合う、似合います。っていうか多分メガネかけて街中歩いてるだけで多分分かんないと思う。みんな黒縁のスクエア型、そう黒縁のスクエア型メガネかけてるんですけど、これめっちゃ似合うわ。基本的にみんなタンクトップ着てるんだけど、みんなタンクトップ似合いますね。次のページから、メンバー一人一人のページになるんですけど、まず平野くんね、インタビュー答えてくれてますが、朝起きてコンタクトをつけて着替えて家を出るって書いてあるんで、まあ、平野くんはコンサートの時もね、水鉄砲事件があったと思うんですけど、ああかわいそうだったね。うん、まあ、それもあのコンタクトがずれたみたいな話をしてたんだよね、確かね。だからまあコンタクトなんでしょうね。コンタクト入れるのってすごい、めっちゃ怖くない？だって目の中に異物を入れるわけでしょ。でもね、全然違和感ない。私が使ってるのは確かこれ渡辺直美さんがやってたやつなんだけど、これを使ってますね。はい、平野くん、朝の時間、朝起きてコンタクトをつけて着替えて家を出る、これが仕事の時の俺。起きるのは家を出る10分か5分前だって。え、5分10分で準備できんのかな。朝ごはんは多分こうカロリーメイトかなんかをこう車の中で食べるイメージはありますけどね。あー、こういうゼリーとかね、こうキュッキュッっていうやつを食べてるイメージはある。まあ実際に食べてるかは分かんないけどね。高橋くん行きましょうか。高橋くん、メンバーと丸々な時間、楽屋ではいつもみんなでワイワイしてるけど、あ、この前ライブで岸くんの誕生日を祝った。見ましたよ、岸くんの誕生日ケーキ、めちゃくちゃ豪華だったね。うわ見て、これめっちゃちょっとエッチじゃない？ベッドで横になりながらタンクトップ着て水をあけようとしてるの、めちゃくちゃエッチじゃない？って言い方。神宮寺くん行きましょう。神宮寺くん、一人の時間、
バイクに乗ってる時間が好き。バイク乗るってなんかイメージないけど、髪型崩れちゃいそうで。でも絶対似合う、似合うと思う、うん、一人の時間、バイクに乗ってる時間が好き。舞台前や公演中は乗らないようにしてるから、ドリボが終わって乗れる時はワクワクがやばかった。運転中に歌ったりするかに対しては大声で君はってキング&プリンスの歌とかね。いつか北海道に行ってまっすぐな道をバイクで走りたいなって言ってます。北海道の皆さん、神宮寺くんがもしかしたら走ってるかもしれないですね。じゃあ次岸くん行きましょうか。めちゃくちゃなんか水飲むとこやばくない？確かに必死になって飲んでる。じゃあ岸くん、大切な時間なかなか会えてないですけど、やっぱり家族との時間は大切にしたいなって思ってます。あのね、私が過去に付き合ったことのある男性でめちゃくちゃ岸くんに似てた方がいたんですよね。だけどその方はちょっと私と考え方が合わないところがありまして、あの岸くんはさ、こうやって家族の時間を大切にしたいなって思ってくれてるじゃん。優しいね。だけど私が付き合った岸くんに似てたあの元彼さんはですね、そういうことを思わずにもう生きてるだけであの恩返ししてるからいいんじゃないみたいな考え方だったそれやばくない？やばいね。そうだから、誕生日とかになんか贈り物をしたりとか実家に帰るとかそういうのもなく、あの自分が犯罪も犯さずに何も迷惑をかけてないことが恩返しだからよくないみたいな感じで言い始めて、あ、私この人無理って思ったじゃあ次、永瀬廉くんですね。永瀬廉くんは近況、この前関ジャニ∞の村上信五くんに誘ってもらってご飯に行ってきたよ。だって俺と村上くんの他にも2人くらいいて、どっちも初対面だったけど、まあ、村上くんいたらね、あの月曜から夜更かしみたいな感じになりそうですよねその場がね、楽しそうね。で、村上くんってザ関西人みたいな感じがするからきっと話すのうまいんだろうね。うん、しかもさ、すごい笑顔で笑ってくれるじゃん。ああ、それいいよね。ね、聞き上手。うん、はい。じゃあその横はですね、あのベッドで戯れてるところの写真が載ってますね。最高です。かわいい。じゃあ102ページだね。How to King & Prince、 今月はメンバーの寝相についてチョイス。また平野は今までにないほどテンションの高い食リポを披露し、ジグレンはお互いを褒め合う企画に挑戦してくれました。キンプリマイチョイス、 King & Prince がお題の2つからどっちかを選ぶコーナー。今月は寝ている時の格好をチョイスしてもらいました。どっち向きで寝るかってことですね。のんちゃんどっち向きで寝る？仰向け。結局右向きになっちゃう。結果じゃ右向きってことだよね。でも私はうつ伏せが多いかもしれない。死んじゃう。なので枕をこうやってやって寝てるのが好き。死んじゃう死んじゃう。これクエスチョン、寝るときは右向き左向きっていう質問なんだけど、右向きの方は3人、左向きの方は1人、そしてうつ伏せの方は1人ですね。私もうつ伏せです。お、ジグレンが対決番外編女心選手権、需要しかないコンビの永瀬と神宮寺の2人が明瞭テーマにどちらが女子から共感を得れるかを対決する企画。今月は番外編として30秒でお互いを褒め合おうに挑戦してもらいました。どっちを褒めてるかは言わないけど、じゃあ褒めてください。はい。1、モノマネがうまい。2、俺ほどじゃないけど身長が高い。3、いい方に入るスタイル。4、最近筋肉をつけ始めてて。5、上半身がいい感じになってきてる。6、ライブでの煽りがうまい。7、頼りになる。8、紳士。残り5秒と知ってもう十分いったはい、じゃあ次、あのこっちからこっちでですね。1、顔がかっこいい。2、ファッションセンスが好き。3、最近髪色を変えたのがいい。4、髪型が安定してる。5、横顔綺麗。6、足細い。7、勉強できる。8、真面目。9、見えないところで努力してる。10、足のサイズがわからない。11、何でも着こなしちゃう。もうこれはもう、わかりますよね。わかるね。どっちがどっちを言ってるのか、うん、ファッションセンスが好きとかさ、最近髪色変えたのがいいとかさ、横顔綺麗とか足細いとか、もうそれはもう、いや待って、足のサイズがわからない、褒めてるに入るショーの自撮りで食レポ。平野が毎回好きなスイーツを食べて自撮りをしながらレポートするコーナー。今月は柔らかい食感の和がテーマのお菓子です。写真の後ろに高橋くんが映り込んでるっていうのがまたいいですね。今月のレポ名言がすごく面白いんだけど、だいたいグニャグニャしてるじゃん和菓子ってどうやってグニャグニャってどういうことですか？はい、カイトのベスト撮り。取材現場でカイトがトレンドになるような自分やメンバーの写真を撮影。今月は油断している神宮寺とツーショット撮影してもらいました。今月のベストショットは神宮寺ゆうたくんです。今日はベッドで撮影したからジンもなんか寝起きみたいだね。寝てたのかな？これさ、つまりさ、一緒にもし暮らしてたとしたら、
寝起きこんな感じですよってことですか。そうですね、はい、そういうことになります。はい、キング&プリンスニュース、映画かぐや様を告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦、緊急大ヒットお礼舞台挨拶、まあ、観客動員数130万人を突破だって。130万人って一列に並んだら何メートルあるんだろうと平野の質問に会場は大爆笑, 平野の疑問にか。ちょっと待って、ちょっと待って、ささやき攻撃してるんですけど、神宮寺君に平野君が。あ、本当だ、やばすぎ。いろいろあるよ、映ってるよ。いいですね、神宮寺君さ、声がいいから。うーん、男が男にささやかれて嬉しいのかな。いや、私さ、最近さ、あの、まあ、名前は言わないけど、ツイキャスで神宮寺君の声真似してる人を結構見てます。その方がね、ツイートしてるのたまにいいね押すんですけど、まあ、ちょっと恥ずかしくてリプライは送れないですよね。めちゃくちゃ似てるんだ。え、私にもアカウント教えて。前教えたよ。11月8日放送、解明謎の科学バラエティ、デンジロのザ実験ですね。こちらが、岸くんと高橋海人くんが出てるよっていうやつのね、ページが載ってまして、その次、ジャニーズアイランド制作発表レポート。今年も12月から2020年1月にジャニーズアイランド公演が決定、会見の模様をレポートします。ジャニーズアイランドへの意気込みとかね、何があるかわからないのがアイランドっていう形で載ってますね。お、来たよ。みんなの好きな曲ベスト10、ドキドキが止まらない恋の始まり、そんな時に聞きたい読者のみんなが選んだベスト10はこちら。恋が始まった時に聞きたい曲なんでしょうか。恋まずらい。そして なんだっけ、シャララ。ここには載っておりません。マジ。はい、ちなみに1位は嵐のワンラブ、ラブソースイート、それです。で、2位はキング&プリンスの恋煩い。4位は、この前神宮寺くんの誕生日がありまして、 CD が売り切れになっていたそうですね。シンデレラガール。そうです。嘘、すごい、売り切れ。タワレコの、タワレコのランキングは1位って書いてあったかな、また。すごい、まあ、それをあの皆さんおいでれらっていう風に言ってます。おお、すごいね。次機会があったら買いに行こうかな。そう、なのでこの流れからしたら、まあ、岩橋くんが復帰した時にはもうまたシンデレラガールがランクインするんじゃないかなと私は予想しております。あー、するするよね、だって、うん、シンデレラガールの通常版が売り上げがすごい伸びてるっていう。その事実をファン人たちが知ったらすごく喜ぶね。まあわかるでしょうね、だって神宮寺くんの誕生日でそれなんだよ。ってことはこれからもメンバーの誕生日迎えることにシンデレラガール、もしくはメモリアル、まあいろんな CD が売れるんじゃないかなって思いますね。岸の式ですね。岸くんの春夏秋冬を考えていることを、岸優太の連載、先月からスタートした岸の式第2回は、おにぎりを握っておもてなしっていうのはどうすかと本人の提案で、テーマはおもてなしに、好きな具を好きなだけ入れて握っているうちに食べたくなってしまい、思いっきり頬張っていました。でこれさ、やばくない？明太子を入れて三角に握る、とろろ昆布を巻く、その上に海苔を巻く、唐揚げを乗せる、おにぎりの周りにコーンを散らすってさ、おにぎりに乗せるんじゃなくて散らすんだっていう。今月の1枚載ってますよ、岸くんの誕生日の時のこのケーキエピソードが、裏表紙の手前ですね、ここにこの3人の写真が載ってます。はい、一番最後のページにもこの3人の写真が載っておりますので見てみてください。今回はウィンクアップ12月号をご紹介いたしました。以上、アルティメット工房のサミとのんちゃんでした。